ッズは捕虜になる意味を誰よりも知っていた。部下の一人がヤマンタウでの墜落を生き延び KGB に捕らえられたと知った時、彼は即座に救出を申し出た。だがハドさんは苦渋の決断を下した。危険を冒して救出することはできないと。記録によるとウッズは次のように答えたという。一度しか言わねえぞ、ここで降ろせ。俺は張ってでも行く。あいつはどこだ。いいえ、このクソコミュニストが。俺を撃ったらお前らただじゃ済まねえぞ。あいつはどこにいるんだ。ここにいるのは分かってる。撃つ、落としとく。状況は一体どうなってるんだ。ハドソン、ここはよくある KGB の拷問部屋じゃない。何の話だ。ここもノバの匂いがする。グラウンドゼロに間違いない。ここがクソみてえな作戦の中枢だ。冗談だろ。クソ、クソ。どうした、ウツ。やつら実験台にしやがった。しっかりしろ、ウツ。任務を忘れるな。任務なんて知るか。こんなところ吹っ飛ばしてやる。ここにはハインドがあるはずだ。そいつを奪う。Thank you.